粘液水種の顔形粘液水種の体格粘液、水種性混水とは、甲状腺機能低下症が基礎にあり、重度で長期にわたる甲状腺ホルモンの欠乏に由来するあるいはさらに何かの誘因により弱気された低体温、呼吸不全、循環不全などが中枢神経系の機能障害をきたす病態である。正しい治療が行われないと生命に関わると定義されている。 頻度は極めて稀であるが、死亡率は25から65%であり、早期の ICU 管理が望まれる緊急疾患である。粘液水酒性昆水の基盤となる、甲状腺機能低下症としては、原発性甲状腺機能低下症が最も多い。他には、下垂体全容機能低下症に伴う中枢性、甲状腺機能低下症、甲状腺全摘術後や、 放射性用度内服療法後、軽部放射線照射後、炭酸リチウムやアミオダロン等での薬物誘発性、甲状腺機能低下症による例も報告されている。本症は、中から高年齢に多く、若年者で稀で精査は少ない。甲状腺機能低下症による、代謝低下、低換気、心肺機能低下などが単独であるいはそこに誘因が重なることで、低体温症、 高 CO2 血症、低 O2 血症、アシドーシス、循環不全、低 NA 血症が弱気され、それが単独、複合的に中枢神経機能不全を弱気する。種病体は重度の甲状腺機能低下症で、甲状腺ホルモン投与が治療のようとなる病態を指すべきで、誘因自体が意識障害の主因である場合には、本性とは扱わないのが適切である。 粘液水酒性昆水の誘因と増悪因子としては、感染症、肺血症、寒冷暴露、脳血管障害、心筋梗塞、心不全、消化管出血、外傷、代謝異常、薬物などが知られている。昆水を増悪させる代謝異常は低血糖、低 NA 血症、低 o ニ血症、高 CO2 血症、アシドシスなどが知られている。 増悪させる薬物は呼吸抑制や、中枢神経抑制の作用を持つ薬物であり、麻酔薬、抗不安薬、抗精神薬、睡眠薬、アミオダロンなどが挙げられる。甲状腺機能低下症の兆候では、甲状腺主大、乾燥した、皮膚、顔面は無気力で、不手状、眼犬不腫、眉毛の外側が薄い、厚い甲腺、舌主体、粗雑な毛髪、 アキレス腱反射回復症の遅延、四肢の悲観応制不手などを認める。また、低体温、低血圧、除脈、呼吸不全、心不全などを伴う。中枢神経症状としては、混迷状態から渾水まで様々である。重要な鑑別疾患の一つに、橋本脳症が挙げられる。橋本脳症では、甲状腺機能は、正常から、軽度低下にとどまり、 ホルモンの不足は病態形成にも治療にもほとんど関与しないため、本性とは異なる。日本甲状腺学会による粘液水酒性根水の診断基準で診断基準を示されている。必須項目として、甲状腺機能低下症と中枢神経症状が挙げられている。症候、検査項目には低体温、低換気、循環不全、代謝異常が挙げられる。 粘液水酒性根水の確実例では必須項目2項目を満たしかつ症候、検査項目を2点以上満たす必要がある。意識障害が JCS1 から3、あるいは GCS13 から14であっても症候、検査項目によっては疑い例に該当することがある。治療は、甲状腺ホルモンの投与、副腎不全の予防、全身管理、誘引への対策が挙げられる。 欧米では、レボチロキシンの注射薬が、標準的な治療法であるが日本では、販売されていない。そのため、警備医官からの投与となる。警備医官からレボチロキシンを50から200マイクログラム、例で投与し、意識障害が改善するまで継続あるいは翌日から、50から100マイクログラム、例を投与し、場合によって、LT3 の併用を検討する。 副腎不全を合併することがあり、なくても相対的副腎不全閉鎖の可能性があるので、ハイドロコーチゾン100から 300mg を常駐し、以後8時間ごとに 100mg を追加投与する。副腎不全が否定されるまで投与あるいは、全言継続する。呼吸、循環管理のほか、また、オン、電解質管理を行う誤嚥性肺炎を合併しやすい。 低体温のため発熱などの感染症状がマスクされ、安いため感染症が否定されるまで躊躇なく広域の抗生物質を用いる。誘因と考えられる麻酔薬、抗成診薬、その他の薬剤の投与を中止する。ありがとうございます。